ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。今回の動画では、いつもとは目先を変えて、もし今核兵器が使われたらどうなるかというテーマで語っていきたいと思う。そんな演技でもない、って言いたいところだけど、ウクライナ情勢に台湾有事、中東のガザ紛争なんかもあって、世界中で火種がくすぶっている状態だから、あながちありえないことでもないんだよね。特にウクライナ侵攻においては、ロシアという世界最大級の核保有国が侵略戦争を行ったことで、世界中の人々が核兵器が使われるかもしれないと戦々恐々とすることになった。今年の3月には、プーチン大統領がウクライナ侵攻で使うつもりはないものの、主権が脅かされるようなことがあれば、核戦争の準備はできているという旨の発言を行っている。こんなんもう脅迫じゃん。世界のルールで核兵器を禁止しているのに、実情としては、持ってる方がブイブイ言わせられる、みたいな状況になってるよね。また、日本では、北朝鮮の核外交なんかも同じみだよな。余談だが、もしも今北朝鮮から弾道ミサイルが発射された場合、極めて短時間で日本に飛来すると予測されているぜ。今の国際情勢って、いつどこで誰が核兵器を使ってもおかしくないような状況なのね。そういうわけで、世界中の専門家の方々がもしも核兵器が使われたらというシミュレーションをいろいろと計算している状況なんだ。今回の動画では、もし今の国際情勢で核兵器が使われるとしたら、どのような経緯が考えられるか、核兵器の使用がどのような影響を及ぼすのか、かいつまんで紹介するぜ。あ、本題に入る前にちょっとだけ。なんだ？私たちのこのチャンネルでは、私たちのイラストもほぼ毎日投稿させてもらってるから、ぜひそっちのチェックも忘れないでね。メンバー限定イラストなんかもあるからメンバー登録もぜひ。イラスト用のインスタグラムとか、いろんなコンテンツあるから、動画見終わったら概要欄の各リンクもチェックしてね。もちろん、チャンネル登録と通知のオンもお忘れなく。おお、一気に畳みかけるような宣伝だな。ではでは、本題に入ろうか。まずは、世界の核兵器の現状について整理しよう。突然だが、今世界にはどれくらいの核兵器があると思う？そもそも核兵器をどういう単位で数えたらいいのかもわからない。長崎大学の核兵器廃絶研究センターの公式サイトによれば、2023年6月時点で地球上に存在する核弾頭の総数は推定12,720発だと言われている。1万発以上。これでも、前年より200発くらいは少なくなっているし、冷戦後は一貫して減少傾向にあるらしいんだけどな。ちなみに、そのほとんどはアメリカとロシアに集中しているとのことだ。その他の保有国はフランス、イギリス、中国、インド、パキスタン、イスラエル、北朝鮮の7カ国だぜ。核といえばヨーロッパ先進国の戦争兵器と思いがちだけど、実は結構アジアにも核兵器が集中しているのね。まあ、主に中国と北朝鮮の影響でしょうけど。なお、1968年に成立した核拡散防止条約 NPT においては、米中6つ A の5カ国以外の核兵器保有が禁止されている。この条約はもともと25年の期限付きで導入されたものだったが、発効から25年目の1995年に無条件無期限の延長が決定されており、2015年時点で191カ国が加盟しているので。つまり、現在も有効ってことね。にもかかわらず、インド、パキスタン、イスラエル、北朝鮮の4カ国が核兵器を保有しているのは、条約に違反しているってことになるのかな。違反というか、そもそもその4カ国はこの条約に参加していないんだよ。北朝鮮はかつて参加していたが、後に脱退している。あ、そうなんだ。どうしてその4カ国は参加しないんだろう？そりゃやっぱり、この条約が不平等だと感じているからさ。核拡散防止条約というのは、あくまでこれ以上核兵器を増やすのをやめましょうっていう話だからな。今すでに先進国が持っている分の核兵器については、すぐに同行しようっていう話にはならなかったんだよ。つまり、持っている側がまだ持っていない国にお前ら核兵器持つなよって言ってるような状態ってわけか。そりゃあ確かに不平等だわ。そうだな、条約の制定時に核兵器を開発所持していた5つの国だけが、特権的に核保有を許されている状況だ。それでも、この5つの国が互いに牽制したり、パワーバランスを保ちながら、世界から核をなくす方向に導いてくれるならよかったんだが。実際は、今ロシアでプーチンが文句あるなら核兵器使うぞ。みたいなムーブをしているように、大国の暴走を誰も止められない状況になっちゃっているよね。ただ、この条約が不平等というのはもちろんだが、
だからといって世界中全ての国が全ての核兵器を今すぐに捨てましょうなんてのは、さすがに非現実的だからな。それはそれで、みんな一斉に捨てたふりをして、後から実はこっそり持っていましたっていう国が絶対出てくるよね。だから、まだ持っていない国はこれから作らない、もう持っている国はできるだけ早くなくすように努力する、というのが落としどころだったんだが。それでも不平等は不平等だから、インドやパキスタンは従わなかったと。また余談だが、自分の国は核兵器を持たないが、自国領土にアメリカの核兵器を保管して、有事の際にはこれを使用する予定でいるというパターンの国もある。そんな抜け道もあるの？これらの国々は核共有国と呼ばれており、ドイツ、イタリア、オランダ、ベルギー、トルコが該当するぜ。もうほぼ核兵器を持っているのと変わりないじゃん。世界中の核兵器のほとんどは、アメリカとロシアに集中していると言われているんだが実際はこのように、いざという時に核を使える状況にある国はいくつもあるんだ。それに、たった一発で世界を変える威力を秘めている兵器にとって、どれだけ数多く持っているかというのはあまり議論しても意味がないという指摘もある。誰が最初に使ったとしても、その一発が世界の終わりになりうるものってことね。さて、核保有国と核兵器の現状を軽く整理したところでここからは、もし今核兵器が使われるとなったら、どのようなストーリーが考えられるのか、について話をしていこう。まあ核兵器を持っている時点で、どの国も使う可能性ってのはあるんでしょうけど、今回の話は、長崎大学を中心とする国際プロジェクトで、北東アジアでは初めて行われたというシミュレーションを参考にしている。シミュレーションの中にはおそらく使われるとしたらこのパターンだろうという可能性の高いものから、もしかしたらこういう展開もあるかもくらいの予想外のものもあるが、今回は、今の世界情勢を踏まえた上で起こりうる可能性が高く、また日本への影響度が高いものを紹介していくぜ。まあ、やっぱり自分たちの身に降りかかるかもしれないっていうシナリオの方が、個人的にも聞いておきたいわ。まず真っ先に検討されたのは、核外交でおなじみの北朝鮮が使用するケースだ。いよいよ北朝鮮が本格的に韓国を攻撃するんじゃないかって、今年初めくらいから話題になってるよね。ああ、もともと韓国と北朝鮮ってのは、朝鮮半島が冷戦の文脈の中で南北に分断されてしまった二つの国だからな。この朝鮮戦争は、一応現在も休戦状態という扱いで、正式に終結したわけではないんだが、戦争というほどドンパチしてはいないけど、書類の上ではまだ戦っていることになっているのね。とはいえ、事実上凍結された戦争だとみんなが思っていたんだ。北朝鮮も、韓国やその国民を西側諸国によって分断された自国の一部であり、一つの民族とみなして、平和的な統一を試みてきた。平和的な統一ねー。しかし、今年の頭に金正恩総書記が韓国との統一はもはや不可能として、明確な敵国に定めることを突然宣言したんだ。キム・イルソンの時代から代々続く統一目標を放棄した？ってことで、世界中を驚かせたのよね。こういった北朝鮮側の臨戦体制とも取れる動きに伴い、日中韓の首脳会談による朝鮮半島の非核化をめぐる共同宣言や、米韓の合同軍事演習などが行われたが、北朝鮮はこれらを宣戦布告だと激しく非難したという。一体どの口が、誰か世界秩序とか常識教える人いないのかな。でも、なんとなくわかったわ。もしも今、核兵器が使われるとしたらという仮定の最初のケースは、そう、この挑発合戦の延長線上で、北朝鮮が核兵器を使う、というルートだな。特に起こりうるパターンとしては、まずおそらく北朝鮮側が経済的に追い詰められ、やがてしびれを切らして、自分にとって有利な交渉のテーブルに米韓をつかせるため、威嚇目的で使用するというものだ。ワンチャン狙いで暴力に訴えるわけか。旗から見ると、経済力で圧倒的で負けている韓国を相手に、しかもそのバックにアメリカがついている状態で、喧嘩して勝てるとは思えないんだけど。とはいえ、今までの北朝鮮の言動を見ていると、それでも殴りかかってくる可能性がありえないとは言い切れないよね。なお、このルートで核兵器が使用される場合、北朝鮮が用いる核兵器は射程距離の短い戦術核と呼ばれるものだと想定されている。アメリカやロシアが超遠距離から互いに撃ち合うような戦略核と違って、朝鮮半島内部のような地域レベルの戦場で、通常兵器の延長線上で使われるようなものだ。ということは、私たちがイメージしているような核兵器と比べると、威力や被害規模はちょっと小さいのかな。ただ、低威力とはいえ核兵器だからな。そして、問題はこの北朝鮮の威嚇目的の核発射に、おそらく米韓は屈しないだろうということだ。屈しないのなら良いことじゃない。何が問題なの？威嚇目的とはいえ、先に核兵器を使ったのは北朝鮮だ。米韓にとっては、彼らを殴り返す正当な理由が生まれたことになる。あ、このルートでは、北
北朝鮮の発射する短距離弾道ミサイルに反撃する形で、韓国がアメリカに要請して核兵器を打ち返すというパターンが想定されている。そうか、2発目3発目の核兵器が使われてしまうという可能性があるのね。低威力とはいえ、複数発の核兵器の使用を経て、周囲は放射線物質や放射性効果物によってひどく汚染されることになるだろう。兵器そのものによる直接的な被害も問題だが、この汚染の影響を受けて、癌や白血病で亡くなるという長期的間接的な被害も考えられる。これが核兵器の嫌なところだよね。戦争が終わった後も延々と相手の国、それも罪のない一般人を大勢苦しめ続けることになるっていう。また、朝鮮半島に近い日本も、当然ながらこの放射線物質の飛散の影響を受ける可能性がある。特に冬季は、北西風に乗って放射性効果物が日本まで到達する可能性が高いから要注意だな。これは、他人事ではいられないね。そして、次に紹介するのは全てのシミュレーションの中でも最悪の被害が出るとされたケース、台湾有事をめぐる米中の衝突だ。あれ、そっち？プーチン大統領が核兵器の使用をちらつかせていたし、米ロが保有国の2トップって話だったから、てっきりウクライナ戦争の方の派生ルートかと思ってたけど、もちろん、そちらから派生するパターンも考えられる。だが、実は中国というのも、核戦力の増強を急速に進めている国ではあるんだ。昨年10月にアメリカの国防総省が公表した報告書によれば、中国政府は過去1年で大量に核備蓄を増やし、500発が運用可能な状態にあるという。はぁ？もうこれ以上作らないっていう約束じゃなかったっけ？それどころか、2030年までにこの備蓄量を倍増しようとしている、なんて話もあるんだぜ。まあ、それでもまだ保有数自体はロシアやアメリカを下回っているんだが。いやでも、もともと持っていた国よりも、ダメって言われているのに今から大量生産しようとしている国の方が恐ろしいでしょ。使う気満々じゃん。一応、中国は先制攻撃はしないという方針のようだが、裏を返せば、相手が先に手を出してきた場合は、核の使用も辞さないということだ。でもさ、戦争って大体侵略を仕掛けたい側の方が、向こうから先に手を出してきたんですっていうでっち上げの口実を作ってから始まるじゃん。まあ本当に殴り返すだけなら、500発も必要ないだろうしな。ともあれ、この最悪の被害が出るルートのシナリオの背景には、やはり台湾有事が絡んでいる。そもそもなんだけど、どうして中国は台湾に攻め込もうとしているんだっけ？こちらもやはり、中国にとって台湾は本来は自国の一部だからだな。1949年に毛沢東が中華人民共和国を成立させて以来、台湾統一は中国にとっての悲願だったが、当時はまだ国力が弱かったこともあって、強引な手段は取れなかったんだ。だが、日本を追い抜いてぶっちぎりの世界2位の GDP をはじめ、政治的経済的に力をつけた今の中国にとっては、武力で強引に統一するという手札が現実的なものになってきた、ということね。2022年時点で、習近平国家主席は平和的な統一を目指すが、武力行使を含むあらゆる措置を選択肢に残すという旨の発言をしている。こちらは北朝鮮の半島統一放棄とは異なり、現在でも中台統一を諦めてはいないが、その統一のために軍事的な手段を取ることもある、というわけだな。ニュースとかでも2024年までに台湾侵攻があるだろうってよく言われているよね。まあ、いつまでに侵攻が行われるか、という予測は専門家によってまちまちだが、いずれにしても、いつかの段階では侵攻が起きるだろうというベクトルは同じだ。で、その侵攻が起きた時に、核兵器が使われるだろうと。シミュレーションにおいては、中国の台湾侵攻に対して、アメリカがそれを食い止めるだろうと予測されている。中国が台湾を統一してしまうと、そこを中継拠点として、中国軍が太平洋により容易に進出できるようになってしまうからな。アメリカとしては、将来的に中国が攻めてくることを防ぐために、台湾という防波堤を維持しておきたいんだね。まあその他にも、アメリカ台湾の間の経済的な連携なども理由としてはあるんだが、少なくとも現時点においては、米中の戦力比較は、アメリカの方が有利だとされている。そして、このシミュレーションにおいて、先に核兵器を使用するのは中国側だ。戦力差をひっくり返すために、一撃で戦場を破壊する兵器を使うってわけね。また、中国は韓国や日本の米軍拠点も核兵器で攻撃するだろう、と言われている。日本にとって台湾有事が他人事ではないとされる、一番の理由がこれだよね。で、当然アメリカもこれに対して反撃することになる。使われると予想される核兵器の数や規模は、先ほどの朝鮮半島のケースとは比較にならない。当然、それによって命を落とす犠牲者の総数もそうだ。アメリカと中国っていう経済大国2トップの軍事的な衝突ともなれば、まあそうなるよね。
シミュレーションの中では、両国が合計で24発の核兵器を使用し、数ヶ月間で被害地域の人口およそ 35% に当たる260万人が亡くなるとされている。また、その後の放射性物質の影響を受けて癌などで命を落とす人々は、少なく見積もっても10万人弱、最大で83万人ほどだと計算されているぜ。この他にも合計30のシナリオがシミュレーションされたが、すべてを紹介するとキリがないので、もし核兵器が使われるとしたらという経緯の紹介はこの辺で区切っておこう。さて、ここからはもし核兵器が使われたらどのような影響があるかという話に移っていこうか。サブカル系のネタで、よくインド神話の戦いが核戦争クラスの規模っていうので話題になってるけどさ。インド神話って確か、そんな危険な兵器をバカスカ使うせいもあってか、しょっちゅう世界が滅亡しては再生を繰り返しているのよね。やっぱり、実際の核兵器を使った戦争でも、そういうことになってしまうのかな。意外に思うかもしれないが、実は今世界中にある全ての核兵器を使ったとしても、地球が滅びることはないというのが計算で出ているそうだ。え、そうなの？かつて、恐竜を絶滅させた原因と考えられている超巨大隕石が地球に衝突したことがあったが、実は、この時に生じた衝撃というのは、世界中の核兵器を全て使用した時に生じるものとは比較にならないものだった。にもかかわらず、地球は無事だった。だから、核兵器の衝撃には耐えられるっていうこと？まあ、もちろんそこに暮らしている私たち人間をはじめとする生物は、ただでは済まないわけだが。あ、そりゃそうよね。まず、爆発によって生じた火災は、大気中に大量の煙と灰を放出することになる。分厚い壁によって日光は遮られ、地上では平均気温がぐっと下がることだろう。この核兵器の使用後に訪れるとされる寒冷化は核の冬とも呼ばれており、地上の環境を大きく変化させる要因と考えられている。実際、巨大隕石が降ってきた時とか、火山が大噴火した時にも、似たような寒冷化現象って起きているもんね。それが世界規模で起きるってことか。核兵器の使用による直接の犠牲者ももちろん忘れてはならないが、何度も繰り返すように、核兵器が恐ろしいのはその直接の威力よりも、環境への著しい影響だ。寒冷化や大気土壌の汚染は、世界的な農作物の不作をはじめ、致命的な食糧危機をもたらすことだろう。また、恒常的な寒冷化によって海水温度が低下し、海氷が海の道を閉ざすとも言われている。今は世界中が物流で繋がっているのが当たり前の時代だから、よその国から運ばれてくるものに支えられている国って案外多いのよね。特に、海は陸地と比べて回復に時間がかかるとも言われているからな。数年や数十年では気温の変化は戻らず、それどころか核による小氷河期が訪れる可能性も指摘されているぜ。平時代を逆戻りさせてしまう兵器ってことか。そして、どれだけ大勢の人々が命を失うか、という点についてだがこればかりは、どのように核が使われたかによって結果が異なるので、さすがに計算しきれない。今現在核兵器が保管されているような人の少ない地域で暴発するのと、敵対国の都市部を狙って一斉発射するのとでは、わけが違うからな。というかさ、世界中の核兵器が同時に使われたとしたら、むしろ生き残っている人の方が珍しい、なんてことになりそうだよね。みんなは、昨今の核事情についてどう思っているだろうか？意見などがあれば、ぜひコメント欄に書き残していってほしい。また、動画の内容への感想などもあれば、ぜひ書いていってくれよな。いろんな意見や考え方あると思うんだけど、もっと知りたいから、ぜひ意見や感想をコメント欄に書いていってね。ぜひともお願いするぜ。コメントはすべて拝見させてもらっているぜ。私の毎日の楽しみなのよね。そうだな。毎度のことながら、チャンネル登録と高評価、メンバーシップの検討もよろしく頼むぜ。このゆっくり災難資料館のチャンネル登録はもちろんだけど、私たちのイラストもほぼ毎日投稿させてもらってるから、チャンネル登録と合わせて通知のオンも忘れないでね。イラストはメンバー限定投稿なんかもあるからメンバー登録もぜひ検討してくれると嬉しいわ。サブチャンネルのゆっくりお金の学校や、イラスト用のインスタグラムとか、いろんなコンテンツあるから、この後、動画の概要欄からそれぞれのリンクもチェックしてくれよな。応援してくれたら飛び上がって喜ぶわというわけで、ご視聴ありがとうございました。